めちゃんこあったかいぜ。よはい、今回もロケットゾーンにお邪魔させてもらってます。っていうか2本撮りですね。ドラム缶プロの回にこれも撮影してます。で、今回やりたいことなんですけども、ロケットニュースの記事にもありましたね、裏山てっぺん登ってキャンプしたいなと思ったんですけども、前回やったドラム缶プロが結構手こずって時間かかっちゃってね。まあ見ての通りドラム缶プロまだお湯が沸いてないんで、その合間に今回の動画のオープニングを撮ってます。で、ロケットニュースの坊さん、吉尾さんたちは裏山登ったんでね、頂上ら辺まで片道どんぐらいかかりますかって聞いたら30分ぐらいって言ってたんで、今の時刻が午後4時なんで、日が暮れるんで裏山登るのやめます。やめるかい落ち着け落ち着け。せっかくよ、バックパックも用意しといたんだよ。バックパック背負ってさ、ブッシュクラフトキャンプやろうと思ったんだけど、まあ無理だな。急いで慌てながら急斜面登るのも危ないんでね、今回は企画変更します。その変更した企画はロケットゾーンにお泊まりします。一人お泊まり会ですねちょうどコールマンのワンタッチテントも持ってきといたんで、もう外ではキャンプしないで家の中でこれ貼ってあったかくして寝ます。いいでしょ、まだロケットゾーン泊まった人いないらしいから、第1号でお泊まりしたいと思います。疲れちゃったな。あ、ちょうどいいや、ドラム缶風呂のお湯も温まったんで、一風呂浴びてさ、飯作って酔っ払ってロケットゾーンの中でお泊まりします。それではロケットゾーンで一人お泊まり会、ヒビビカオ。着替えるって着替え、一旦カット。はぁ、あ、落ち着いた。覚えるかバカ野郎。ただいまの時間6時5分。やっぱりもう暗くなってきましたよ。ここの日が暮れる時間がだいたい6時半過ぎぐらいかな。山あいだからもう暗いわな。ドラム缶とかいろいろ綺麗にして、かまども整えて薪も整えたらこんな時間ですよ。ああそうだ、まだ明るいうちに寝床作っとこう。2階で寝る、2階の方があったかいと思うから寝床作ります。 Here we go。よし、じゃあ寝床作りましょう。お邪魔します。あ、もう暗いな、結構暗い。よっこいしょ、おいしょ、よいしょ。 あ、電源もらおう。よいしょ、ちょっと電気もらおう。今日晴れだったからソーラーも溜まってるでしょ。 AC アウト、これかスイッチを。ん？うわ、こっちか、ライト。うわ、すげえ、本物見た。すげえファンタジーになっちゃったな、これ。こっちのライトか。やべえ。すげえ。異世界だな。俺こっちをつけたかったんだけど、これつかねえ。あり、まあいっかこれで。SF だなこれまあいいや、じゃあ寝床作ろう。もうなんだかんだでも暗いぞ外。どこにしようかな。ここはちょっとこの前床が抜けそうな感じだったから、ここはやめとこう。やっぱあっちか。ここにテント張ります。ワンタッチだから早いと。 Here we go。 カメムシくせえな。まあ愛嬌ですな。よかった、ワンタッチテント持ってきて。はい、出来上がり。やっぱこの SF 感異世界すぎるから、まだ押せないボタンがあったからつくかな。お願いします神様。 Here we go。はい、着きました。暗くて見落としてましたボタンを。じゃあ外出て火起こしてご飯にしましょう。 Here we go。
いやいやいや、全部ライトをつけさせてもらっちゃった。吉尾さん、郷さん、どうもありがとう。ということで、火起こしして料理しましょう。もうライターでさ、牛乳パック使ってちゃちゃっとやりましょう。食材もね、裏山登るつもりだったから、もうすっごい少ないのよ。もう肉しかない、お酒もウイスキーしか持ってきてないから。でね、明日裏山登るのやめた理由がもう一個あって、明日の天気予報がね、午前中雨に変わっちゃったのよ。なもんでね、雨降ったらちょっと下るのも危ないからさ、それもあってやめました。だからちゃちゃっと酔っ払って寝ましょう。で、早いうちに帰ろうと思います。いや、気持ちいいな。そんなに寒くないからもう気持ちいいよ。これちょうどいい丸太落ちてたんで、テーブル代わりにしてます。ありがたい。マジ天国だよ。辺りは真っ暗だけど全然怖くない。こっちはもうファンタジーだから。はい、炎もペロリ。あったかい。で、ご飯なんですけどね、超簡単。あ、ナッツもあったわ。あ、溶けてる溶けてる、肉溶けてるわ。保冷剤代わりにさ、ステーキ肉とソーセージ凍らしといたの。これね、牛のブロック肉とソーセージ、上登ったらもう溶けてちょうどよく食べれるなと思ってさ。あと、つなぎでナッツ。それで締めは袋麺ね、味噌ラーメンと卵2つ、これだけです。これをね、山のてっぺんでやろうかなと思ったんだけど、まあまた今度だね。じゃあ肉を焼こうか。火が消えた、一旦カット。よし、火も落ち着いたし料理します。久々にファイヤーボックス使おうかなと思って持ってきたんですよこれね、久々に使う。裏山のてっぺんまででかい焚き火台持ってけないから。で、薪もそんなにないのかなと思ったから、炭4個ぐらい持ってきたんだ。じゃあ炭使っちゃう。じっくり肉焼きたいし、こうやってね、この間に下味つけるか。ステーキ肉、塩コショウとローズマリーとオリーブオイルでいいと思うんだ。まあそれしか持ってきてないんだけど、これ入れちゃう。塩コショウね、ローズマリー、オリーブオイルで、これ下締めて、もみもみ。炭に火が移って安定したら焼いていきましょう。はい、もみもみ。よし、しばらく寝かしておきます。ソーセージ焼くか。やっぱドラム缶風呂で疲れちゃってんな俺、全然立たないんだもん。カットしよう。よし、ファイヤーボックスの火も安定したから肉焼いていきましょう。ローストビーフにしましょうね。よし、これを焼いていきます。 Here we go。おぉ、ジュージューいい音してますよ。くぅ、結構重いぞこれ。じっくり焼いていきましょう。うわ、もういい匂いしてる。熱っ。熱っ。いいね。うわ、めっちゃいい匂い。腹減った。ここ来て今日はまだ何も食べてないもんな。早く食って酔っ払って寝よう。もう今日はクタクタだ。ソーセージ焼こう。ソーセージも溶けてるから。ソーセージ焼きます。遠赤外線攻撃、もういいかな。おー、いいじゃん。よし、今日初めてのご飯いただきます。 Hey baby go。 ハオハオ。おー、バカうま。はあ、ビール飲みたいけど、さっき風呂入ってる時に飲んだビール1本しか持ってきてないから、あとはジュンビーム、ウイスキーね。もうラッパ飲みしちゃう。五臓六腑に染み渡るぜ。もう今日は肉メイン。お酒はほどほどにして、肉食って、締めにラーメン食えたら食って寝よう。うん、うまっ。あ、いい感じ。アルミホイルで包むか。ああ。ああ。不器用。もう包んじゃ、全体表面焼けたから。あとは余熱で。あちゃ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 。もうここ置いとく。じゃあファイヤーボックスはもう終了ですね。出番終わり。ふう。薪も全部使っちゃえ。全部燃やし切っちゃえ。まったけ。癒される。焚き火最高だで。飲めちゃうね。早いもんでラストのソーセージですよ。ナッツも食べながら、ウイスキーももう飲みながら。うわ、酔っ払ってきたかも俺。うわ、もう半分飲んでんじゃん俺。ふぅ、飲めちゃうんだよね。あ、かれこれ1時間ぐらいやってんな。ローストビーフできてると思う。チェックしよう。 あったかいあったかい。よし、オープンザローストビーフ。ベロベロだな俺。どうだっぺか。熱いな。
うぃー、肉の塊。じゃあカットします。お、完璧じゃん。うお、超完璧なんですけど。初めてじゃない、ローストビーフ作るの。初めてのローストビーフ、いただきます。ヒメメカヨン。はーん、うわ、塩加減もローズマリーも効いてて、うまい。これはバカだ。ウイスキーで喉が鳴ってしまった。それぐらいバカうまですよ。うわ、ジューシー。これうめえ。ごちそうだよこれ。プルプルだもんこれ。はぁ、うん、あ、これは締めのラーメンいらねえな。てか食えねえ。ボリュームがあるわ。ワイルドだぜこれ。これマジで挑戦するぞ。裏山キャンプ、このローストビーフがあれば全然無敵だ。無敵だぜ。酔っ払った。これぞまさしくブッシュクラフト。ナイフ一本でね。うめえ、食べ応えある。マジでうまいわこれ。全然あったかいもん、真ん中もしっかり余熱で調理されてる。はぁ、うめえ。うめえ、腹ギンギンだ。幸せ。ロケットゾーありがとう。やっと最後の一切れ。顎が疲れた。でもバカうまでした。最後の一口いってきます。 Here we go。 はーん、最後まで肉肉しい。食った食った。腹もいっぱいだし酔っ払ったし、片付けて寝ますか。おやすみなさい。はい、ロケットソーで一人お泊まり会でした。いやー、めちゃんこ癒されましたね。周りはもう本当何もないんで、めちゃくちゃ静かなんですよ。だから夜ぐっすり眠れました。あとここ電波がない地域なんで、おのずとスマホのデトックスができます。だから一日スマホいじらなくてよかったわ。まあ撮影してんのは iPhone なんだけどね。落ち着け落ち着け。丸一日 SNS を見ずに過ごすってなかなかないからね。めちゃんこいいデトックスになりました。それで朝は小鳥のさえずりで目を覚ますと、そして川のせせらぎで癒される。水もね、湧き水でうまいし、いや本当に最高でした。ほんでこのロケットソーでね、やりたいことめちゃくちゃあるんですよ。だからね、また来ようと思ってるんですけども。で、ありがたいことにロケットニュースの吉尾さん、郷さんたちがブッチ単独で撮影しに行ってもいいよって許可いただいたんでね。なのでありがたく今後もお邪魔させていただきたいと思います。どうもありがとう。まずは裏山キャンプだな。タイミング見て早急に挑戦したいと思います。予報通り雨がパラついてきました。裏山登らなくてよかった。ブッシュクラフトは危険予知対策、慎重にやった方がね、安心安全で楽しめますから。はい、今週はこんな感じ。それでは皆さん、また来週。フェルアート。
めちゃんこあったかいぜ。客観的に見るとシュールだよねこれ。